どうも、阿部達です。ですね、今日は、7月の1日ということでこんな感じなんですよ。まあちょっとね、いろいろありまして、まあ多分、まあ病院とかまで行ってないですけど、まあちょっと多分自己的にね、多分ストレスと疲労がこれを生んだんじゃないかなという、感じでございます。こんな声出なくなったの初めてだから。で、まあちょっと若干熱っぽさもあるんですけど、まあちょっと今日はね、ちょっと撮りたいんで撮ります。で、今日紹介するのはこちら。ででん、明治チョコまで焼いたタケノコの里キャラメル。はい、というわけで、まあこれはですね、まあだいぶ前に買ってて、レビューしようと思ってたら、まあちょっと放置してしまったやつですね。まあでもこれチョコなんですけど、まあ焼いたんで溶けないと、手で取っても溶けないということなんで、開けて食べてみたいと思います。シャキン、お、こんな感じ、個別で入ってます。ほんと鼻声で申し訳ない。何個入りだ、5、6、7、8、9、9個入りですね。9個入り、確か200円ぐらいだったかな。じゃあ早速食べてみたいと思います。シャキン、お、焼いた感じがするんですけど、色が薄いっすね。やっぱキャラメルなんで、すっごいキャラメルの匂いがします。いただきます。うん、うまいっす。まあ、そもそもこの体調でこれを食うなって話なんですけど、まあでもちょっとレビューしたいんでね。あ、すっごいキャラメルがね、ちょうどいい甘さですね。後ろに書いてあったんですけど、そのコーティング、焼いたコーティングの部分、チョコレートのコーティングの部分とは別の下のクッキーの部分なんですけど、なんか2回焼いたみたいですね。2度焼きクッキーというのがすごく香ばしいなと思ってたら、それがやっぱ効いてますね。でさ、なおかつそのキャラメル味もチョコレートを焼いたことによって、さらに香ばしさっていうのが増しててすごく美味しいですね。はい、というわけでこちらのね、チョコまで焼いたタケノコの里キャラメル、10点満点中ポイントは8点で、まあ、すごくね、僕好みの味なんですね。で、もう一個普通のチョコレートバージョンも売ってるので、もし見かけた方はね、ぜひね、ちょっとご賞味ください。というわけで以上、チョコまで焼いたタケノコの里キャラメルでした。バイバイ。全然一緒です、通信量は。もう110メガ BPS と、10メガ BPS